やろうってたまどやろうみちみだ皆さん舐めてませんかっつって。何をですか。最近ね、多分知らないと思うんですけど進化してるんですよ。なんでなんですか。そうなんですよ、ふりかけなんですよ。そうなんだ、ふりかけだ。やろうってたまどしめとりょうとまどみちみがねよくじくじピキピキリアクションズッポリドンピシャゲーム。もう一回言って。え、もう一回言って今の。クンクンビキビキ。あじクンクン。ずんどこどこどこゲーム。それでもね、早く終わってしまったら楽しませ力が足りないということでね、負けでございます。はい、負けました。一番長く楽しませたやつの勝ちなんですけど。はい。絶対えぐいな。ファッキンだ。ファッキンが横にいるんだよ。画面外でファッキンウェア始まっちゃうんだね。一緒。本当に一緒やな。ダメだ。あの二人って群抜いてるよ。机のとただの気分。暇すぎるとああなっちゃうんですよ。そうだ。もっともっと楽しいことを見つけようということでね、うん、デスメタル4本勝負。早速1本目。待て、早いって。早すぎる。バッショチェックをやっていくだよ。危ない。言ってるんだ。需要ある。需要ある。戦略性もないけど、需要が一番ない。きついな。嘘つけた可能性もあるんですけど、本当の可能性もある。俺らが無知なだけかもしれない。まあ確かにね。それを今回ね、実際に自分たちのスタミナを使って検証する必要があるということで、僕たちでまず今からスタミナを使うなっていうことをします。で、1週間スタミナ料理生活をして、その後にもう一回同じことをしてスタミナついているのかというね。それでは量の挑戦いきましょう。はい、このテンポに合わせて飛んでください。よーい、スタート。あ、今みんなでも軽いわ。いやどうもどうもなってたと。え、シュワイト虫眼鏡と。はいはい、俺がリュートです。イエーイ。変な格好してるとそのまま撮り始めちゃうからな。いやなんだよ。それびっくりした。皆さん最近流行ってるあるものをご存知でしょうか。バスボムって言うんですけども。何をやってんの。お風呂にポンって入れると知っとるわ、知っとるわ。若い子はもうそれにね取り憑かれてるわけですよ。りょう、なにこれ。りょうくん、いや普通にシバユの生態を収めようかなと思って。なんで高い階の方が高いんだろう。景色の問題。景色の問題。気持ちの問題じゃないな。頼むか、寿司。あ、しばけじゃん。バカは上に登りたがるからね。今来たの。一応ね、最初だけ、はい、あのみんながいるところで言っておきましょう。はい、はい、理系チーム、うなぎで。うわうわ、強いな。うなぎは強いわ。食いて、元気欲しい。おいのっていうね、はあ、和食屋さんがあるんですけど、はあ、そこの、いや、僕も行ったことないですよ。このね、おいのさんの一番高いまぶしの桶があるんですけど、うん、税別7900円。高い。ガリ食ってるとこ映すな。ガリだよ。おお、やりこやりですこれは。気づくな、気づかない。いただきます。シュワイが集中して何か食うとき、うん。だから3人のことを理解しているかどうかっていう企画でもあるのか。まあそうですね。あ、冷たい。てかびっくりした。ごめんなさい、大きい声出しちゃって。何ですか。てか冷たかったんです。お前ら2人が一番しんどいならやめな。一番それは間違いない。一番きしょいシューが出てくるのマジでしんどいわ。一番しんどい組み合わせならやめな。かわいいじゃないの、こうやって。いやごめん、普段だったら僕もねこのくだりねおもろいなって思っちゃうんだけど、今はちょっとやめよう。考えよ。かけ方。お前貧乏なクマじゃねえかよこれ。ちなみにまあ報告しておきます。はい、今僕は不正をし終わりました。ほう。僕は芝居を投資をしました今。ほう。こいつは昨日え、お米欲しさに正義を売ったんだよ。お前どういうことだそれ。決闘じゃ。
おい、何さんのつもりだよ。虫眼鏡さん、ここに来てください。撮影も終わり、みんな帰ろうと言ったところ、虫眼鏡を捕まえることができました。いや、それを飲むなら俺が勝った時のリターンは少し大きくしてもらいたい。何が欲しい？ご飯とエビフライを一つ君はね、エビフライ一本食べたくて正義を売ってしまったんですね。この人に申し込まなければよかった。そういうことです。君がイカサマしたくなかったら勝てばいいよ。勝てばいい。ポケモンカードにな。ポケモンカード、はい、お願いします。お願いします。僕はオードリックス V ヤスパーベンチにね、そんなします。はい、ダイランスでちょうど気絶させて2枚取って勝ちでーす。1,2,3 とかそんな感じですか。今 1,2,3 つけました。はい、早文順2,1。どっち？俺が1って先に言った。俺だし、俺が1って言ったもん。先生、喧嘩します。なんで、なんで俺1取ったよ。あ、泣いちゃう。先生、金沢くんが泣かせる。あ、先生、金沢くんも泣いた。なんで1って言った、先に言ったのにさ。先生、柴田くんが冷静です。俺が3でいいよ。先生、柴田くんが大人です。じゃあ僕も3でいいよ。あ、金沢くん、俺が3。あ、柴田くんやっぱり子供です。俺も先に3で子供だったよ。早くね。そうだ、足これ足が癖だよ。待って、これなんかね、いや、これが癖、これが足のネイルだって、ほんとにくっそー、これかこれ、ほんとだ、足のネイルだよ。これ、足のネイルだよ。あれ、お前、毎日これ食べてた。これ、こっちやろ。こっち違う。芝生と一緒か。芝夢がまだね、あの、ちゃんとやったことないって思う。未経験なんで。カエルぴょこ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 。なんでなんだ。え、一人はうまいんじゃないの。煽られてるぞ。あ、これやったね。これはでも落ちてくんじゃないか。ちょっとこれ判定員プンさんに見ててもらう。ちゃんとやれよ。あんたがここにやったんでしょ。一つ目、カロリーメイト。お菓子ではありません。お菓子だけじゃない。チョコレート味10個入りですね。確かにカロリーメイトの中で一番美味しいのはチョコレート味です。一番人気これ。ココアじゃない。チョコレート味って書いてあるの。え、あ、ココアじゃないんだこれ。ありがとうございます。さあ、運河にね。待てよ。え、あれ、え、小樽運河に目指そうと思った。ん、なんだあれ、まさかこの人は。よいしょ、よいしょ。あ、脱いで、上着脱いで、上着すごい脱いでる。え、それで、あ、あ、座った。え、お世話ー、遅いんですけど。あ、表を上げですよ。やった。いやー、本当にすまん。いや、逆だろ普通。いや、そうなんだよね。ここですかね。ぽいぽいぽい。ぽいじゃん。あ、こんな感じ？うん。どうも。かわじゃん。多分夜来ないとこれあんまり意味ないのかな。夜来ると何があんの？夜来ると光る。どこが？街灯とか光る。夜来るとどこでも光るだろ別に。本当やん。運河ギャグやってもらおっかな。ちょっとやめてください。勘弁してください。そんな。おめえはお茶だな。そう覚えとけよ。マジ腹立つ。あ、危ないってしまえ。僕は乾杯。これ実はでかいよ。この器。これショットグラスと重いけどね。でもバカー。違う、芝居違うって。今日それ僕がやっちゃったらもう寝ちゃうし、芝居がもうこれもう食いしん坊の寝ない。寝ない。ダメだね芝居。酒も目に関係するね。視界がこうクラクラしてる。今もう俺はクラクラしてるよ。そうで、ややこしいだろう。比較的に。いや、分かった。僕は綾鷹を常に飲み続けるけど、うっかりなんかあの不良品みたいな感じでこれがまたちゃう。茶色だからね。お腹
同じ量だろ、どう見ても同じ量じゃないだろ。マジ本当に虫眼鏡は飲み会大臣にも程がある。酒に感触い、ああ致命かーい。ずっとやばい、これもうするじゃろ。ああこれダメダメ、本当にダメかもしれない。一回待って、一回待って、一回待って、なんだ。はい、ずっとちょっとちょっとちょっと、ここの中に正座するとかですか。これあまりにも案件入った、これあまりにも案件食べれてる。一回ちょっとあの2分くらいさ邪念考えたらピシッと叩かれるじゃん。え、マジ5分、5分、5分しか無理、5分しか無理、5分しか無理。2分って言ったんだよ、僕今。あれ、あ、5分ね、オッケー。あ、やばい。ちょっと待って、しばらく今叩く棒を探してるから、ちょっと待って。ダメだ、えな、これ殴るしかない。うわー、やった、可愛いからいいや。あ、でもすごい、浸透結局してる。ほら、全然もう、カード。ちゃんこを出せ。ある可能性ある。お、無理になったら教えて。無理。はい、あ、お疲れ様でした。はい、おやすみなさい。あー、もうやだこれ、もうこれもうやん、もうめっちゃ起こされるんだよ、やんこれ。吸って、もっとなんかいい起こし方。あー、びっくりする。考えておきます。あ、ちょっと起きちゃった。あー、よーし、しばらく寝てるからな。完結。